いうふうな設計になってございます。そういう装備が、はい、すでに用意してございます。はい、2箇所用意してございます。で、あのどんな品排水は長期間にわたり、はい、その長期間に耐えるだけの構造であったり、はい、材質であったり、はい、設計上はそうなってございます。メンテナンスでこうどうこうするとかいうことは想定ではされて、いえ、あのやはりですね、見なければいけないと思ってございますので、あの今はもう水中ドローンというか、まあ、水中をこう遊泳できるようなものがございますので、そういうのを使って点検をしようというふうなことを考えてございます。今あの底の管と見ていただく横がもうねじれて、あれつまみです。これはちょっと残しておこうということで、こういう形で今逆に保守をしながら手入れしながら残しています。今回はまあそこにちょっと通路ある、はい、あの今日ですね、あの現場のある水質に関係する責任者、責任者も来ておりますので、はい、どうもご苦労様です。はい、はい、まあ、こういうお話聞かせていただいて、させていただいてます。あのぜひあの、この大きな、まあ、課題に取り組んでいる現場の皆さんには高い緊張感を持って引き続きご協力いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、お子さんの家で通りそちらの方が見やすいので、はい、あとはまた別な飛行機になってしまいますので、こちらからですか。はい、で、これがあの国の方もですね、工場事業で、あのお作りさせていただきました、はいはい、3つ目のちょっと今日はアルプスになります、はい、まあ、我々構成のアルプスというのでございますけど、やっぱり性能が違うんですか。ですね、こっちの方が廃棄物が少ないという意味で、うん、高性能というのが、まあ、廃棄物、はい、うん、廃棄物量がやっぱりあの当然腰取って、あの、うん、汚染をあの小さくしてございますので、はいはい、当然ながらその使い終わったフィルターっていうのは廃棄物になります。あ、そういう意味でこちらはフィルターのこと、はい、フィルターが、あの、使い終わったフィルターが少ない、そういうのが少ないということです。で、あの水としてはですね、ちょっとややこしいんだけど、奥の方に実はあのまあ、ある意味下から上がってきた水が流れてまいりまして、はい、この左側にこうちょっとあのなんかビニールで囲われてますけど、ここにあの前処理設備がございます。で、ここの前処理設備でゴミとかですね、あと、まあ、あのセシウムとかストロンチウムみたいなものをある意味荒取りをするようなことをまずやります。いずれと1日こう放出する量というのは、はい、一応もうあのしっかり管理するわけです。はい、おっしゃる通りです、ね、その範囲内に収めるに、まあ、一番いいやり方を処理してその範囲内に収める、はい、この流れを作っていく、はい、それにふさわしい量を処理量を書いておく、はい、じゃあまあ こちらの方はどちらかというと今は、まあ、待機というか何かあった時に使おうということで、あの今は準備しているそういう状況でございます。まあ、こちらが出来上がった3つ目のアルプスが出来上がったのは2014年の10月でございますので、まあ、そこである意味アルプスの3期体制がある意味完成をしたということになったと思います。そういうと能力としてはこれ 1,2,3 あって、はい、それは国には違いはない、はい、量に合わせてどう使うか。その通りです。あとはまあ点検とかも当然ございますので、そういう点検の計画なんかも考えながらですね、あの今あの運用を進めているオペだけやっているというところでございます。これは今動いてはいない。今は動いてないです。これは動いてる、はい、動いてるのは多分普通だと思います。1系列です。1系列です。1系列です。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さっきの担当者です。はい、本日は、福島第一原子力発電所の、アルプス処理水の、ま、海洋放出設備、そして、汚染された水を、ま、浄化する設備である、アルプスの、ま、現場を、ま、訪問し、処理された水の安全性の確保の取り組みについて現場担当者の方から直接お話をお伺いいたしました。アルプス処理水の浄化と
放出の仕組み、そして放出後の安全性と透明性を最優先する運用の在り方については原子力規制委員会の認可を得ており、また IAEA のレビューを経て国際安全基準に合致していることが認められています。その上でこのオペレーションでは万全の対応を廃炉の期間中長期にわたって持続することが求められているということを強調したいと思います。現場で携わる方々の最大限の緊張感とそれを支える経営者の決意を長い期間にわたってしっかりと持続していく、現場も経営もそして国もそれぞれが役割をしっかり果たし続けていかなければなりません。日本の持続力に対する国際的な信用が問われています。重い責任を国、東電それぞれが担い続ける覚悟が問われています。これを改めてお互いに肝に銘じることとしたいと思います。また地元の皆様との丁寧なコミュニケーションやモニタリングも含め分かりやすい情報発信を続けていただきたいと思います。加えて当然のことながら風評による被害等が発生した場合には適切に賠償していただかなければなりません。IAEA には放出後も安全性のレビューを行ってもらうとともに、これまで西村渡辺両大臣を中心として地元の漁業者をはじめとした皆様への説明を重ねてきているところですが、引き続き皆様のご懸念や不安に対応できるよう政府としても全力で取り組んでまいります。そして最後に申し上げます。国内の関係者の皆さんと培ってきた信頼、そして各国から寄せられている信頼の上に今日があります。最大限の緊張感を持って長期間を見通して内外の信頼を裏切らないとの決意とそして覚悟を政府、東電それぞれがしっかり持って全力を尽くしていかなければなりません。どうぞよろしくお願いします。以上です。大変ありがとうございました。